今日は2月の9日です。これから、久しぶりに、BRZ のエンジンをかけて動かしてみようと思います。まずこの鍵、このキーレスは動かないんですよね。なので最初は鍵穴に入れて開けないといけませんと。開けた。それで ここですね。ここにトランクのリッドがあるので、トランクじゃない、ボンネットのリッドがあるので、これで開けますと。と同時に、ドライバーのメガネ、トミーのメガネを端子を取り付けようと、端子に接続しようと思います。で、バッテリーがそこに見えます。で、マイナス端子の方が今未接続枠です。ちょっとこっちの方ちょっと隠れていたわけですけれど、これをこれは遠見ですね。それでは乗り込みまして、エンジンかけますか。3ヶ月ぶりですかね。3ヶ月ぶりぐらいでしょうかね。まあそのぐらいであれば普通にかかるといったところです。とりあえずちょっとまた少し動かしてあげようと思います。以上です。